アザミが痛い。愛川公園ポイントが見えてきました。愛川公園ポイントまで戻ってきました。ストップウォッチを止めます。約16分です。コースタイムより少し遅いぐらいですね。ちょっと水分補給をします。ここは木の陰があってすごく助かりますね。麦茶が美味しい。それではあとは愛川公園の駐車場まで戻るだけなので、タイム計測は行いません。あと人通りの多い場所まで近づいてきたら撮影はそこで終了します。それまでしばらくの間お付き合いください。それでは進みます。足に、下りは足にダメージが来る。歩きにくいな。階段がハードル状になっていて歩きにくいです。登山道あるあるですよね、階段がハードル状になる。
蜘蛛の巣が、蜘蛛の巣がかなり顔に絡みついています。耳の周りとかに絡みついています。ああ下りはきつい、下りは痛い、足が。
ー